これ見てめちゃくちゃうまそうじゃない。皆様こんにちは、ジャッキーです。はい、今回はね、夏から秋に出回るイチジクを使ってめちゃくちゃ美味しいね、おかずやおつまみに抜群のレシピ紹介させていただきます。もちろんイチジクね、そのまま食べても美味しいフルーツですし、コンポートなんかにもよくしますが、このイチジクね、塩気のあるものやチーズなんかと合わせるとむちゃくちゃ美味しいおつまみやおかずに大変身しますんでね。今回のレシピマジで美味しいんで、ぜひ一回作ってみてください。イチジクの常識がね、ひっくり返るかもしれません。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。今回はイチジクを2つ使います。できるだけ売れたものを買っていただきたいので、この表面がね、赤くなってきていて、このお尻の方がね、ちょっとパカッと割れてるぐらいになってるものを選んでください。そしてこちらベーコン、まあベーコンはお好みのもので構いません。あのハーフカットのスライスされたものとかでも全然大丈夫です。今回はね、ちょっとこの分厚くてうまいって書いたね、厚切りタイプのコロッとしたベーコンが美味しそうだったんで、こちらを使っていきます。量はね、これからイチジクを切り分けた時にそこにトッピングできるぐらいあれば大丈夫なんで、適当に用意してください。スライスチーズ2枚、あとマヨネーズね、ちょっと使います。チーズやベーコン、イチジクなんかと相性の良いね、ブラックペッパーも仕上げに使います。材料は以上です。はい、まずはこちらイチジクの方を切り分けていきます。このピヨッと飛び出た角の部分と、まあおケツはこのままでいいか、角の部分を落としましたらね、そうですね、4等分ぐらいにスライスしてください。はい、こんな感じ。あー、めちゃくちゃうまそうやん。イチジクってこれやばない？断面燃えちゃいます？美味しそう。はい、こんな感じね、頭の方ピヨッと落としていただいて、4等分ぐらい、まああんまりね、大きさはこだわりないですが、少し分厚めの方がいいです。はい、こんな感じですね。このイチジクの方を切り分けましたら、今回オーブントースターで焼いて仕上げていきますので、あのオーブントースターに備え付けの鉄板などにクッキングシートを敷いて用意してください。はい、そうしましたらこちら、先ほど切り分けておいたイチジクをまあ適当に並べて置いていきます。今回はね、皮付きのままでいってますが、この硬さが気になる方は剥いていただいても構いませんけど、最近のイチジクはね、全然剥かなくてもそこまで気になるほどではないので、まあお好みで剥いても剥かなくても構いません。はい、こんな感じね、イチジクをまずは鉄板に並べてセットしてください。そうしましたらこの上にあとはトッピングしていて焼いていくだけです。はい、こちらスライスチーズ、今回ね、イチジク8等分にしましたんで、もう4つに切り分けていただいて、こちらイチジクの上にポンポンと乗せていってください。もうほんま普通に乗せるだけで大丈夫です。はい、そうしましたらお次はこのベーコンを上にトッピングしていきます。今回も切れてる厚切りのタイプのベーコン使いますんで、まあそのまま乗せるだけなんで楽ちんですね。もしスライスされてるあのハーフカットのものとかブロック状態から作る場合は、まあ適当なサイズに切り分けていって上にトッピングしてください。このベーコンのね、塩気とうまみがイチジクとの相性抜群なんで。はい、ドカーンとこれで OK。 はい、あと最後マヨネーズね、こちらお好みです。このベーコンの上に軽くトッピングしてください。はい、こんな感じ、よいしょー。はい、ここまでね、セットできましたら、あとはオーブントースターを使って、この表面のマヨネーズがね、香ばしい焼き色がついて、チーズがとろっと溶けるまでしっかりと焼いていきます。はい、トースターにセット。この表面にね、香ばしい焼き色がつくぐらい、まあ5、6分ってとこですかね。ちょっとお使いになるトースターによって火力の加減が違うと思いますので、この表面のマヨネーズが香ばしく焼けるぐらい5、6分様子を見ながら焼いてください。もうそれでね、イチジクの方にも火が入って、ちょっととろっとした状態になりますんで、ゆっくり焼いていきます。
はいよー、完成しました。これ見て、めちゃくちゃうまそうじゃない。はい、じゃあ盛り付けていきましょう。はいよー、器にいい感じに盛り付けてください。ほんと、いちじくもね、トロトロになってますんで、盛り付けるときはね、気をつけてください。めちゃくちゃ熱いです。はい、あと仕上げ、こちらね、ブラックペッパーをまあカリカリっと上からお好みで振りかけてください。はい、これで完成。おかずをつまみに抜群のね、いちじくとベーコンのマヨチーズ焼き、マジで美味しいんで、ぜひ作ってみてください。それでは、キュームッポいただきます。間違いなくうまいっすよ、これ。抜群。ほんと、いちじくがね、とろっとろになってて、ベーコンの塩気とうまみね、そこにチーズとマヨネーズが絡んで、マジでうまい。いや、いちじくはマジでおかずやおつまみに抜群です。今回のこのね、オーブントースターで焼き上げるマヨチーズ焼き、切ってトッピングして焼くだけなんで、本当に簡単です。いや、なんといってもこのね、とろっとろのいちじくと塩気がやばい。うん、うまい。いや、マジ作ってみて。